そうでは始まりました。ボケチャンネルです。さあですね、共通テスト英語リーディング解きました。まあ世界最速好評になるかわからないですが、まあ動画としては多分世界最速でしょうけど、やってみたいと思いますね。まずね、答え自体はね、言っちゃいけないので、ある時間になるまでね、呼び起こして喋っちゃいけないんですよ、実は。これ決まってるんで。ただまあ、受けた人に役立つようにいろいろと喋っていこうかなと思いますね。まず言えることは、だいぶトイックに近くなったって感じかな。思考テストよりね、思考調査の問題より全然難しいです。はるかに厄介だったと思いますね。めんどくさい。照らし合わせがすごく多くなったっていう印象ですね。まあ、トイックっていう試験はですね、非常に照らし合わせなきゃいけなかったりとか、そこから読み取れることは何かっていうのをですね、問うことがすごく多いんですけど、だから共通テストは内容的にはトイックとは違うんだけど、問うてるものは結構似てたりする。第1問、いきなりテクストメッセージですね。はい、トイックにも出てくるテクストメッセージ。あ、トイックって必ず出てくるんです、テクストメッセージね。なんでそこから、ちょっと絵文字とかがね、ハートマークとかがなんか、うーって思いましたけど、まあ、これはね、きちんと読めていれば、大丈夫なんですが、厄介なのは問い2でしょうね。問い2がこのセカンドテクストメッセージへのリプライを答えなきゃいけないので、なんとこれに返答するのかっていうわけなんですが、まあなんかリスニングみたいだよね。リスニングのこの後になんて答えますか問題みたいなやつなんで、多分まあ初見の人がほとんどだったから、どうやって答えていいかわからないって人が多かったんだろうなと思います。はい。続いて問い1の B に行きますね。まあこれはあれですね、メンバーシップ入るやつですね。これね、トイックにもね、出たことあるんですよ。かつてこういう問題ね。で、メンバーシップに入って、で、このメンバーだったらこういうのがあって、このメンバーだったらこういうのがあるっていうのをね、結構出たことあるんですけど、まあこれは言い換えがちゃんと分かっていればそこまで難しくはないかなっていうですね。やはり言い換えっていうね、本文の表現は別の表現に言い換えられるっていうのがね、重要かなと思いますね。はい。一週間っていうのをなんと言い換えるとか、そういうのが出てきたと思いますね。まあ難易度的にはそんなに難しくなかったと思いますね。続いて第2問に行って、で、めんどくさいね、このコンテストのバンドのやつね。よりによってね、合計点がね、全チーム同じ点数であるっていうのが本当にめんどくさい。その中で順位決めなきゃいけない。その順位のね、また条件がいろいろと書いてあるっていうわけですよ。トイチの歌が上手かったの、まあこれ表見ればすぐわかるんで、そんな難しくないですね。で、ポジティブとクリティカルのコメント残したジャッジも難しくないですね、これね。で、出ましたファクトオピニオン問題ですね。これは、ちゃんと分かってないといけないっていう感じでした。どちらも難しかったんじゃないかなと思うね。これは初見だと相当難しい。やはりちゃんとね、思考調査だったりとか模試の問題で戦ってないといけなかったと思いますね。で、問い5ですね。はい、きちんと条件ですね、書いてある条件から順位を選ぶって問題です。第2問の A は間違えた人が結構いると思う。続いて第2問 B ですね。はい、ダブルパッセージみたいな感じですね。2つあるわけですね。放課後のクラブ活動のね、時間短くするってやつでしたね。問い1は簡単ですね。で、問い2もね、ファクトです。これね、予想でやっちゃいけないですから間違えないでくださいね。で、問い3はまあ簡単な照らし合わせですね。二つの文章を照らし合わせる問題だけど、まあそこまで難しくはなかったかなと思います。問い2とかね。はい。やっぱファクトオピニオンね。厄介ですよ。はい。問い4もそうですね。問い4はね、引っ掛けがうまいかなと思うね。ちょっと引っ掛かっちゃう人もいるかなと思った。で、問い5がもう書かれていることから導き出されることですね。これまさにね。書いてないですから、本文には。だこの辺の力ですね。やっぱ4技能試験を意識した問題になってるっていうのがよくわかります。いや、ファクトオピニオンは厄介だね。私このね、送ってくれた方、はい。厄介だったんですね。はい。続いて第3問。やっぱ第3問、第4問非常にめんどくさいですね。こいつも条件がめちゃくちゃ大変。で、ホテルですよね。ホテルに関して言えることでしょ。ホテルここにステイしようと思うんだけど、どうっていうのに対してアンサーするやつですね。アレックスがさ、いろんなこと喋るから、情報がね、いっぱいあって分かりづらいかもしれないですね。まあ、問1はやっぱ消去法でやるよりも、積極法でやらないと、見るところがいっぱい多くて大変だったと思いますね。いっぱい見なきゃいけなくてね、大変になっちゃうんで、もうここだつって選んでほしいかな。で、問い2も条件、これめんどくさいよね。パッパとただただ計算しちゃダメですよ。きちんと書かれている条件と合わせないとこの問い2の問題出せないから。だからもう思考調査の方が全然難しい。はるかに難しい。照らし合わせがめちゃくちゃ多い。で、B もね、だって記事みたいになってるしさ、この2列になってほんとトイックみたい。で、ボランティア求むって言って、怒った順序に並べなさい。まあこれは明らかに1箇所引っ掛ける気満々ですね。ね、そこを見抜ければ、スッと答えは出せると思う。で、次が桜インターナショナルセンターがやってるのも、これも簡単ですね。そんなに難しくないね。でも言い換えられてるのでね。まあこれは、やっぱ自分自身留学してこういうのがあったからね、浮かぶんだけど、ちょっと場面が浮かばないときついかもしれない。で、次がサラのメッセージを受け取った
方、これもね、間違いやすいかもしれないですね。一応、ちゃんとした答えのヒントはあるんだけれども、それでも選びにくいですね。こんな風に言い換えられるのかなって思っちゃった人が多かったんじゃないかなと思いますね。セーラーキングって書いてある。で、続いて第4問、やはりこいつでしょうね。一番時間かかったんじゃないですか。どうですか？かからなかったですか？私はもう圧倒的にこれが時間かかった。だってさ、トイックでも3つなんですよ、文章ね。最高でも。これ4つですからね。文章が2つあって、で、タイムテーブル。まあ、タイムテーブルも2つあるしね。で、さらに、グラフもあるからね。なんで、もうめちゃくちゃ情報量が多い。その中で答えを出していかなきゃいけない。で、問1の最初のもう24から難しいじゃないですか。ね、これ、だって、最初の文章とタイムテーブル照らし合わせるのかなと思ったら、2文章照らし合わせてタイムテーブル見なきゃいけない。3箇所いきなり照らし合わせですからね。これだから2箇所しか照らし合わせないと間違っちゃう問題でしょ？ひでえなと思ったし、その後の順番ね、スケジュールの順番っていうのも、これも照らし合わせが必要ですからね。普通にやったら間違っちゃう。で、次の、雨が降らない限りはどこで食べますか。これも文章照らし合わせないと答え出ないですね。1個だけだと答えが出ないように作られてますね。で、ゲストが使わないのもこれも照らし合わせでしょ。もうめんどくさいってあれしない。サードオプションっていうのもこれも照らし合わ、まあ、照らし合わせというか、これはまあ書かれていることから出すやつですね。だから照らし合わせ推測、照らし合わせ推測オンパレードだから、第4問はむちゃくちゃ難しいです。だからはっきり言ってしまえば、第4問は飛ばして5、6やった方がいいですね。今回に関してはね、3、4がとにかく大変だった人が多いと思うんで、まあ4がぶっちぎりで難しいと思う。で、5から普通の読みになるから、だいぶ楽になりますね。普通に表に埋めていくやつじゃないですか。表に埋めていけばいいやつで、まあタイトルはね、もう全体読めばわかるし、メインのキャラクターとサブ的なキャラクターを分けるやつですね。これもちょっと意味わかんなかった人いるかもしれないですけど、まあ読んでいけば、あ、これのことなんだなって多分わかったと思います。でストーリーの順番もこれも全然難しくないですね。そのまま起こった通りに並べればよくて、アストンができることなんていうのもこれも書かれていたから、その箇所だけ、まあこれ広くなかったですし、該当箇所もね。で、最後の現在のっていうのも簡単ですね。めちゃめちゃ簡単になったな。めちゃくちゃレベルが下がったな。第4問と比べて第5問のレベルがグーンと下がった気がしますけど。第6問、これも簡単ですね。ホッケーのね。ちょっと難しい単語があったと思うんですが、難しい単語にはちゃんと説明が載っていましたから楽勝です。答えの該当箇所っていうのも非常に少ない。パッ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 とそこだけ選んでいけば OK です。これはだいぶスキャニングして答えを出すことができる問題になってるなっていう印象でしたね。でまあ自分自身、まあホッケーに関してはね、カナダ留学してたから詳しい分もあったけど、ささささささっと解けたし、最後の問い4だけね、単語のレベルが高いものがあったんで、そこだけ苦労した人がいるかもしれないけど、まあそれでも消去法で解けるし。で、最後がね、甘味料ですね。まあ私昔調べたことがあるので、このね、ザイラトですね、キシリトールですけど、とか、ステビアって飲み物とかあったからね、昔。はい、で、これも簡単ですね。問1も楽勝だし、問2も楽勝ですね。甘い順に並べるやつとか、こんなの数値バッチリ書いてあるからね。内容1問題ですね。これ矛盾点にちゃんと気がつけばパッパッパッパ消していけますね。あーでも引っかかる人はいるでしょうね。これね。きちんと言い換え見抜けること。で、オーサーのポジション、オーサーがどう思ってるかっていうのはこれ楽勝ですね。これはやっぱり普通の入試問題と変わらないですから。はい、ということで、やっぱ自分の印象としては第4問がえらい難しかった。あとちなみにイギリス英語も入ってましたね。ちょこちょこトランスポートとかね。ミスターとかのやつにピリオドがついてないとかね。その辺のことも実はあったりしました。とにかく時間が足りない。うん、まあ無理でしょう。終わってない人がほとんどだと思う。特に第4問飛ばして5問6問からやった人が得をするような感じになってるっていう問題だったと思いますね。まあ思考調査と比べて言えることはやっぱり照らし合わせがめちゃめちゃ重要。複数の情報を照らし合わせるっていうのに慣れてなきゃいけないですね。やっぱこれはね、自分自身はトイックやってたからできるけど、無理だよ、受験生には。慣れてないでしょう。そして書かれていることから推測するってやつですね。この辺の力がとっても大事になったかなって思いますね。で、そしてファクトとオピニオン。やっぱこれは厄介ですね。他の大学にあるようなものではないので、非常に受験生は苦労したんじゃないかなと思いますね。はい。どうだったでしょうか。皆さん、まあコメント欄でいろいろとなるとは思うんですけど、ね、受験された方お疲れ様でした。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.